アイテム番号。SCP-38、オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-38 には、1日に2回上部に設置された噴霧器で給水を行ってください。噴霧器が何らかの理由で故障した場合、修理されるまで付き添い人が手動で給水を行ってください。照明はコンピュータ制御された照明機器により供給されます。手動給水を行う付き添い人及び噴霧器または照明機器のメンテナンス職員には、不測の複製事故を防止するため、化学防護服の着用が義務付けられます。説明。SCP-38 は、1900年にニューヨークのにある放棄された農場において発見されました。はじめ、それはありふれたリンゴの木だと思われました。しかし、調査終了作業中、SCP-38 に明らかにリンゴの実ではない何かがなり、事実それはリンゴの実ではありませんでした。SCP-038 はその樹皮に触れたものを複製する能力を持っています。対象物はほとんど一瞬で成長し、数分のうちに成熟した状態となります。以前記録されたところによると、重量制限は 90.9kg です。これまで、以下のものが SCP-38 の能力の対象となりました。リンゴ、オレンジ、スイカ、ナス、棒付きキャンディー、スナック菓子、ホイ、一を参照、テレビ、トースター、ラップトップ、コンピュータ、鍵、ホイ、二を参照、椅子、ワイン、DVD。CD、ホイ、3を参照、猫、犬、そして人間です。人間や動物を SCP-038 によって複製することは、それらの急激な老化のため推奨されません。それらの複製物の大部分の寿命は平均2週間です。死亡した複製物を綿密に調査した結果、死の直前に発酵を始めることが判明しました。SCP-038 は現在サイト23に設置されています。移動の計画はありません。ホイ、1。クライン博士は職員による自動販売機の販売物の複製禁止を要求しました。文書、338、1を参照。ホイ、2。クライン博士は職員による私物の複製禁止を要求しました。文書、338、1を参照。ホイ、3。クライン博士は職員による動画、音楽媒体の複製禁止を要求しました。文書、338、1を参照。ホイ、4。クライン博士は職員によるミラー、バドワイザー、フォスター図鑑1の複製禁止を要求しました。文書、338、1を参照。クライン博士はさらに、これらのような物品の複製を許可しないことを表明しました。文書、338、1B を参照。文書、338、1。すべての職員に思い出してもらいたいが、SCP-38 は決して、繰り返すぞ、決しておもちゃではない。SCP-38 は車の鍵や、動画媒体、音楽媒体や自販機の品物を複製するために使ってはならない。このような振る舞いが続くなら、私は SCP-38 への接触制限を行うことになるだろう。クライン博士。文書、338、2。SCP-38 が SCP-5 を複製可能であることには留意すべきです。しかしながら、それらの錠剤は生成直後でも 30% の確率でしか効果を発揮せず、その治癒確率は生成後の経過時間とともに減少します。投与時の 60% においては感染状態は変化せず、症状も残存しますが、さらなる感染の進行は阻止されます。SCP-038 の部分的試験記録、選抜された実験のみ抜粋。すべての記録及び報告が必要な場合は、関連する研究者に許可を求めること。日付。年11月8日。目的。量的制限の確認。制限強化時の減少調査。結果要約。4。の鋼鉄のインゴットを SCP-38 の樹皮に接触。保管室には用心のため空きスペースを用意。複製されたインゴットは通常の速度で成長するも、完了前に突然複製を停止。生成が中断された複製物は、縮小版の樹皮に似た表面の質感を持っていた。対象物は通常通り SCP-38 より切り離され、その重量が 90.91kg、もしくはほぼ2ちょうどであることが確認された。日付。年11月8日。目的。非。生物である動的物体の複製調査。結果要約。SCP-173 がその生物学的特徴の欠落から最適であるとみなし、D クラス人員を使用し保管室へ誘導した。
SCP-38 が樹皮との接触を行った直後、SCP-173 を監禁状態に戻した。SCP-173 の複製物の成長は接触地点で開始し、通常の速度で進行した。以前の実験結果と同じく、成長は2の限界値で停止し、頭部、右腕、上半身を部分的に複製した時点で終了した。D クラス被験者を用いてクローンとのアイコンタクト中断実験を実行。被験者の瞬き時にも、クローンの移動は観察されなかった。保管室の照明の消灯及び復旧は、クローンに明確な反応を引き起こさなかった。結論。SCP-173 の部分的クローンはその暴力的動作を劇的に小さい割合でしか保持しない。観察状態は動作に影響を及ぼさない。